5コーナーで第4レース A 級特一般戦1つ目のスタート。1番車北海道田原博明は迷わず前を取ります。まもなく先頭位に追いつきます。2番の井山和弘、7番国井優希、4番手から3番中尾翔が上がっていきます。5番渡辺和弘、外上がって4番竹内優也、6番の赤松誠一も上昇します。南関東コンビが後ろ攻めとなります。3車の厚みを中尾が生かせるか、中段でトリを組みまして、上位人気北海道コンビが1周4コーナー並びを完成させました。2対3対2です。周回残り3周。昨日の6レースは先行しましたが、石黒のまくり追い込みに屈して4着1番の田原、縦の足を持っている4番の竹内、昨日の5レースは島田マークバック3番手からまくり追い込み決めたんですが、かわされ2着です。北海道コンビは前から、3番の中尾は3番手から、昨日の5レースは島田に叩かれて3着です。初日同様2番の井山が番手、6番の赤松がラインを固めます。2周2センター6、7番手、7番国井、5番渡辺、初日同様連携南関東勢が動いていきました。中尾の横通過、北海道勢を難関コンビ抑えます。3周目の1コーナー、7番国井が一旦前に出て、ジャン前2コーナー3番の中尾がさらに上から抑えます。下げて6、7番手田原、竹内、北海道勢うまく中段を取りに行った。7番の国井がちょっと不意をつかれたか、内側から救おうとするが、2センター3番中尾がペースを上げる前に行きます。田原、竹内、北海道コンビ叩き返した。最終ホームは並びは元の位置に戻りました。叩き返して田原、竹内、北海道勢先制。2番手3番手一車身車間がいた、3番の中尾3番手、7番国井は6番手、2番手4番竹内車間枠た、バック3番手中尾の反撃、2番手竹内車間枠で引き付けます。2番手平層、5番手が6番赤松が内にコースを変えた、6番手が7番国井を大外持ち出した直線コース、3番の中尾がグイ迫って追い込んでゴール。3番2番か、1番5番の3着の次はどうでしょうか。審判の決定をお待ちください。バック3番手から竹内に抵抗されながらも最後は乗り越えた中尾翔が決めて、井山とのワンツー。特予選は悔しい結果の中国コンビ、最終日の特一般戦ワンツーでシリーズを終えたようです。中尾翔、井山和弘、3着どうか。3着は井山の外伸びた5番の渡辺、7番手1番後ろから外に持ち出して3着優勢、3番2番5番1番の田原選手粘れて4着です。中尾翔、井山和弘、渡辺和弘、3番2番5番でお伝えいたします。4です、決定までお待ちください。